またこの感じか。ついに鬼武者として覚醒しましたか、黒き鬼よ。あんた誰だ。誰だですか。それは無意味な問いかけです。私とあなたは深い縁の糸で結ばれているのですから。何を言ってやがる。結末の因果律は我々の存在を引き合わせることでしょう。またお会いしましょう、黒き鬼。破壊の神に最も近き存在よ。破壊の神だと。早期、早期、早期ってば。ああ、アリンか。アリンかじゃないよ、まったく。何をぼさっとしてんのさ。頭に苔でも生えちまったのかね。生えるかそんなもん。いや、今白い服着たやつが、でも消えちまったな。やつは幻魔か。そりゃないね。ここは鬼の法力がずば抜けて強い場所なんだ。幻魔は絶対に近寄りやしないんだから。気のせいか。それよりお初だけどね。そういえば姿が見えないな。どこ行った。幻魔化した時、早期殿と戦って服がボロボロになったでござる。それゆえ着替えておいででござった。なんだよ、気味悪いな。見て驚くんじゃないよ。おはつ、入っておいで。どうかな、早期。お肌！なんちゅう第一世代。かっこいいでござるよ、お初殿。ありがとう、美濃吉くん。あ、そのね、服ボロボロになっちゃって、なんとか前の服の布とアリンさんからもらった服を組み合わせて作ったの。ちょっと恥ずかしいんだけど。似合わない、早期。いや、似合うぜ。よかった。鼻の下伸びまくりだよ、早期。まあね、今までの服がガチガチすぎたんだよ。あれじゃ幻魔と戦うには動きづらくてしょうがないから、これくらいでちょうどいいさ。今までの服は幻魔中に侵食された醜い肌を見せたくなかったから。でも早期のおかげでそれもなくなったわ。本当にありがとう。ああ。まあ、お初は体調が万全になるまでまずは休むこったね。早期も鬼の試練で疲れただろうから、まずは休息を取りな。
ありがとうよ。ありがとうよ。おとにかありがとうよ。おとにありがとうよ。どれにするんだ。誰からだよ。ひゃひゃひゃ、元気かい秀康殿。俺はめっちゃくちゃ元気だぜ。胸のりじゃない。続けるぞ。てめえはうまく逃げ隠れたつもりだろうが、とっくにバレてんだよバーカ。攻め込もうと思ったが、強力な結界みたいなのがあるから諦めた。そこでてめえの方から出てきてもらおうと思って、このやぶみをしたためたってわけだ。ただ一本だけ飛ばしても気づかれない可能性が高い。そしたらどうしようと不安になったので、
とりあえず500本用意して飛ばしたぜ。500本だ！朝起きたら寺が梁の山みたいになってたよ。おかげで屋根も壁も焼き傷だらけだ。まったく何なんだい宗則ってやつは。アホか。ええ、安土城へ来い。茜を人質に取ってある。もし来なければいろいろひどいことしちゃうぜ。じゃあ待ってるから、なるべく早めに来いよ。柳生又右衛門宗則より。茜？十兵衛殿のことでござる。宗紀殿！ちくしょう宗則！宗紀の仲間なのね。急ぎましょう。ああ行くぜ安土城だ。人質なんかにしたってあいつは来ねえよ。殺すならとっとと殺しやがれ。来るんだよ、あいつは大人だからな。第五次での死闘で生死不明になっていた十兵衛は宿敵柳生宗則に捕らえられ、人質として安土城跡に監禁されている。激しく撃ちます。戻ってきて。やれ。
りしないで。入れていくか。
そばに来てくれ。